ランボルギーニブランパンスーパートロフェオアジアシリーズ第3戦エントリーする車は14台のランボルギーニ。番組がチーム LB レーシングにスポットを当ててお送りします。さあ、いよいよフリースピードウェイでレースが始まります。この活気を見てください、この中ですね、ちょっとですね取材をしたいと思います、まずは一番最初に並んでる車ですね、これがね、はい、そしてこれ3番目か、これが3番目に並んでる車ですね、はい、ひときわ活気のあるチームがあそこにね、いや加藤さん、ひときわにぎわいがありますね。いや、盛り上がるだけ盛り上がってます ね、はい、はい、遅いですけどあのね、出たくない出たくないって結構出たがりなんだこれが出たがりだからでもね、まあ、マシンを見せてもらいましたけど、はい、今日4番手のスタートじゃないですか、はい、ね、はい、表彰台の自信はどうですか。あります。皆さん表彰台に登るそうです。イエーイ。すいません、レース前ちょっといいですか、一言。今日表彰台どうですか。あ、いけそうですよ。いきますか。頑張ります。わかりました。交代して、はい、2番手頑張ります。なるほど。お名前お願いします。林です。林さん。同じ林です。あ、林コンビですか。はい、わかりました。頑張ってください。ありがとうございます。はい、行きましょう。さあ、いよいよフォーメーションラップを終えてですね、今ここの青いシグナルになったら一斉にスタートです。まずは4番手から、スタートします。きましたね、ベースカードを行って今間もなくスタートです。さあ、もうすぐさあ、鍵は1番手して4番手でスタートして、今現在8位ですけども、大丈夫なんですか。大丈夫です、大丈夫です。心配レースもしてますからいやそうじゃなくてそうじゃなくて、でドライバー交代ありますよね。ドライバー交代全部で何周1位がすればいいとかあるの。うーん、正直言って一応監督なんですけど、あんまりルール分かってない。トラブルがあるかわからない、ね、トラブルを期待してる。そうです、あのパンクしたりしたらもう順位が上がってきますから。人の不幸か。迫力のあるランボルギーニだけのレース。その後しばらくは順当にレースが進行していきましたよ。しかしそんな中、ヤクシジヤスエが興味を持ったのはやはり、いや、お取り込み中のところすいません、よろしいですか。お話しこんにちは。こんにちは、ね、皆さんはこのディレクション、ディレバディオクの、はい、キャンギャルの方ですか。はい、はい、草加真美です。はい、地元さよです。はい、春名舞です。はい、青井真理です。はい、皆さん、まあ、どこ、名古屋の方、東京、大阪。東京と名古屋と、あと京都です。あ、はい、で、来てるんですか。はい、もうこのずっとマレーシアとか海外も行かれるんですか、みんな。行ってます。いろんなとこ行けていいですね。はい、楽しいです。このレースの名前を言ってください。せーので、ランボルギーニブランパンスーパートロフェオです。おお本当、はい、俺も初めて知った。わかりました。お忙しい中ありがとうございました。ヤクシジヤスエが女の子を取材している間にレースは大変なことが起こっていました。さあ、レースも盛り上がってきたとこなんですけども、あんまり見かけないんですけど、どうしました。もう20分戻ってきてませんよ。20分どうなっちゃったの。どこ行っちゃったんだろう。俺も聞きたいわ。もうあのね、俺多分ね、道間違えたんだと思うよ。どっか
実はね、はい、直線で後ろから追突されちゃった、はい、他も割れちゃったから100ゼロ台数出してもらわないといけないし、なるほど、積もりもちょっと高くしてもらわないといけない、なるほど、危ない、聞こえないよ追突されて1台コースアウトしたんですけど、一緒にコースアウトしたんだ、一緒に自分もコースアウトしちゃいました、ね、じゃあ2台もダメ、ダメ、まあ、よくある話なんですよ、グリッドで、はい、エンペラーっていう名前の黒のやつがフロントスポイラーが外れて、はい、それがなんかこうダウンホース効いちゃって、はい、フォーク使ってさっき言ってましたよね人の不幸は蜜の味自分が不幸になっちゃったじゃないか、だからそういう人は自分に跳ねかれてから気をつけろっていうテレビの番組です。言ってる場合か。言ってる場合。テーマができちゃいましたね。違うから。いや、だから今日リタイア。リタイアですよ。リタイア。だから自分が言ってた人が今度リタイアですよ。もう服も脱いちゃった。ジャンパー脱いちゃったから。もうヘッドホンも脱いちゃった。ダメ。ダメ。完全に追突されましたね。あ、そう。いいですか。とりあえずうちの番組これ。第1回の放送なんですけど第1回の放送で非常に演技が悪い今後レースはどうなるんですか。もうあれ修理で普通に板金やってたら半年がかかるでしょで次のレースはどんなレースで今日から、正直次もまだ出たいんで、ね、諦めたくないんで、はい、次どこ、中国、ズーハイ。さあ加藤さん、思いのほかどうなんですか。これ表はひどくなさそうです、はい、下潜ってどうなって、マフラーまでこれ食い込んじゃってるだから車高が低いから、はい、そのまま食い込んじゃったんだよ。あ、これミッションとか大丈夫なんですか。いやダメでしょ、もうダメだけど表ひどい、ダメ、ダメ、まあ、思ったよりひどい、はい、で次のその中国でしたっけ、ズーハイ、ズーハイ、ズーハイ間に合うんですか。1ヶ月しかないですよ、1ヶ月しか、1ヶ月しか、どうするんですか。まあなんとか直したいんだけどもね、5、600はかかるんじゃない。そんなに。だってエンジンまで行っちゃってんだもん、押されちゃってんだもん、うん、ブロックが多分奥入っちゃってんだよ、はい、今回ね、第3回、3戦目、はい、まあ、残念な結果終わりましたが、はいはい、次ズーハイですか、ズーハイを目指して、はいはい、LB パフォーマンス ね、 そうですね、やっていくということですね。まあ、皆さんも頑張ってくださいはい、まあ頑張ります、今日は行きましょう、はい、はい、じゃあズワイ目指して頑張ってください。ありがとうございます、頑張りました、はい、バイバーイ。ランボルギーニブランパンスーパートロフェオ、取材した LB レーシングチームは残念でしたが、華やかでエキサイティングなモーターレース、来年の開催はぜひ皆さんもサーキットに足を運んでみてくださいね。